幼い頃、父と一緒に天光山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。神女壁館の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。蒙蒙たる梵煙と満ちる仙煙、まごうことなくここは仙人たちが息づく地でしょう。運慶がもうすぐやる劇って神女壁館なのか。ちょうど天光山で起きた出来事だなんて、これもきっと何かの縁だな。その神女壁館ってどんな話なんだ。ええ、これはとある少女が英雄になる物語です。英雄、おいら英雄のお話は大好きだぞ。これは天光山における最初の伝説でもあります。かつてこの地には栄えた村があったそうです。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました。夫はその出来事に打ちひしがれ、心が病んでしまいます。魔物はとても傲慢でした。かの者は村人たちにこう告げます。死にたくなければ村の子供たちを差し出せと。なんて悪いやつなんだ。ちゃんと懲らしめてやらないと。しかしその魔物の力は強大でした。村人たちは恐怖のあまり、その要求を飲まざるを得なかったのです。誰の子供を魔物に捧げるか、それを話し合っていた時、突如一人の少女が名乗りを上げます。その少女ってまさか。少女は襖間の剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そして勇敢にも立ち向かい、苦闘の末ついに魔物を退治したのです。その後、少女は優れた素質から仙人に引き取られ、幸せな結末を迎えます。ただ残念ながら、仙人と人間には永遠の隔たりがあります。彼女が属性に戻ることは二度とありませんでした。病病たるこの世、晴れゆく霧、これが神女壁館の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。もろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくい。そのように考えたことはありませんでした。劇を創作する際、その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりません。ですので、必然的に実在する物語を改編する必要があります。この劇を父が書いた時、おそらく物語の核心である神女に脚色を加え、より多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょう。ああ、でも良い物語であることには違いない。我が理想とするような物語だ。うんうん、いい話を聞いたらなんだかオイラもやる気が湧いてきたぞ。よし、
オイラたちも頑張って再生鉄鋼を探そうぜ。これで十分だな。残りは非化石だけど。先ほど道すがらあたりを眺めていたところ、村が見えたような気がします。翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし、訪ねてみてはいかがでしょう。くだらない。関してお伺いしてもよろしいでしょうか。村で手がかりを探すしかなさそうだな。しょうがない、あたりを見て回るか。新宅、暗金、探してみようぜ。すまない、先に行っていてくれ。我は彼と話がしたい。良いか、名春爺よ。お前は神格だ。神格、生きていたのか。まさかあの噂は本当だったと。今までお前は。すまない、非化石のありかを俺は知らん。だが村の記録に多少なりとも情報が残っているかもしれない。この村はとうに廃れている。訪れる人なんかいやしない。好きに調べても問題ないだろう。あれ、このおじさんと神格って知り合いだったのか。ありがとうございます。では私どもで調べさせていただきます。あの明春さんという方、特に神格さんへの悪意はなさそうでした。
神格さんに危険が及ぶことはないでしょう。心配は無用だと思います。ああ、そうっぽいな。じゃあオイラたちは先に村の中を探させてもらおうぜ。魔人の残骸、村の変化、そしてここが天鉱山周辺であることを踏まえると、もしかすると神女壁艦の伝説とはこの村の出来事なのかもしれません。時期的にも一致しますので、おそらく間違いないかと。他のところも確認してみましょう。神格さん、あの方はもしかして劇に登場する神女なのでしょうか。よく考えてみますと、確かに彼女には仙人のような雰囲気があります。それに年齢も合致している。彼女と会話するとき、道理で違和感があったわけです。もっと早くに気づくべきでした。そしてこの記録から一つのことがわかります。劇に登場する神女は冒頭に出てきた夫婦の娘のようです。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、実の父親の手によって魔物の生贄とされたのでしょう。はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは、実に悲しいことです。神女は劇で語られるほど勇敢ではなかった、そう言っていたのにもこれで納得です。望んで危険に身をさらしたわけではないのですから。父が書いた神女壁艦には修正が必要でしょう。はぁ、一通り回ってみたけど
非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。旅の収穫だ。南にある湖に行ってその中心を探せば非化石が見つかるみたいだ。よし、戻って神格にこのことを伝えよう。1年前、ここに帰ってきた時、通りすがりの商人から白い紙の鮮魚の物語を聞いた。まさかそれがお前のことだったとはな。俺はお前の父親と仲が良かった。だから儀式を止める機会もあっただろう。しかしそのまま見て見ぬふりをし、重大な過ちを犯してしまった。俺は毎年ここへ花を持って帰ってくるんだ。お前たちに謝りたいという気持ちを心に抱きながらな。なぜ謝る必要がある？あの時主が強行を止めていたとしても、きっと他の手段によって災いが降りかかっていただろう。愛する者のためならば、あの男は何でもする。そのあいつのことをまだ憎んでいるのか？それは分からぬ。我は孤独であだなす者、それゆえ師匠の赤ひもによって魂を縛られた。我の不穏な心は抑えられたが、仙人のように超然とした佇まいとなってしまった。過去のことを口にしても今となっては何も感じぬ。憎む憎まない以前の問題だ。そうか、本当に苦労をしてきたんだな。神格、戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら昔のことをもっと話そう。おじさん、ありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら見ろよ神格、これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。湖の中心に行けば見つかるみたいだぞ。そうか、ならば早速向かうとしよう。あ、神格さん、一つご相談したいことがあります。先ほどあなたの父親が書いた書記を村の中で見つけました。神女壁棺には事実をねじ曲げた記載が多々あります。ですのでその内容を修正したいのです。なぜ修正する必要がある？先ほどもお話ししたように、劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。その気持ちを無視することはできません。構わない。先ほど主が語った劇を我はとても気に入っている。え？己の力を人のために使えるようになった時、本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていた。それゆえ我もいずれは劇で語られる人物のように
己を顧みず人々を守りたい。今までこのように考えたことはなかった。この先も同じ気持ちのままでいれるかはわからないが。いえ、ご安心ください。その気持ちがなくなることはありません。私から見て、あなたはすでに変わりつつあるように思います。ただ、それに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう。新格、ウォンキー、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと誰かに先を越されちゃうぞ。